テレビでも盛りかけ、安倍叩きはネタ切れ、賞味期限切れだ。反安倍首相とどこぞの分断国費行き筋で有名な TBS 日曜朝のサンデー何とやらで。田中修正氏、森友、どんなに説明されても信じられない。証拠を総理が出せ、我々を納得させろといつものように。田中氏、賭けはどんなに説明されても信じられない。 ありえない。信じろというのが無理。証拠を総理が出せ。とぶつくさ。さらに。田中氏、森友も自ら先頭に立って我々を信じさせろ。当事者が証拠を出せ。我々を納得させろ。と同じことをしゃべくる。関口博士会、出すものあるの、と促すが。田中氏、 我々にはない。当事者が証拠出せ。取り返しにくいコメントを。関口司会、当事者に出すものある、と再度促す。田中氏、自分が自分のことを一番知ってる。我々を納得させろ。関口司会は政権サイドが何か出せるものがありますか、と問いかけたのに、田中修正コメンテーターは何も言えなかった。 常識人みんなが理解しているあることは証明できるが、ないことの証明はできないという悪魔の証明に誘導したくない必死のだんまり。テレビ局側の強い反安倍以降の一方的な意図を知っている田中氏の不穏とさがよくわかる。ひょっとすると時々老毛ぶりを見せる関口司会が、田中氏の意図を受け損なったのではないか。 関口司会が差し挟む進行コメントの方がまともに聞こえるほどだった。これには TBS スタッフも慌てたろう。まともな人間なら、証拠はないけれど疑っているから、疑われた方は何が何でも疑っている人を納得させろ、なんて。知り滅裂な言いがかりだと理解する。これだけ噛み砕いても理解できない田中修正氏には、 我々の納得する形を出せって。立証責任は疑った側にある。それを出せないなら妄想、変更、捏造ということだ。うろたえるものではないと叱咤激励して差し上げよう。大学で教壇にも立っていたのにもかかわらず義務教育修了レベルの日本語読解能力もなさそうだ。盛りかけ問題は果てしない一体はないの堂々巡りだけが残った。 懸命に新聞広告まで売っても数千人のプロ市民しか。集められなかった昨日14日の国会前でもとい,い、すっかり手詰まり感に満ちている。森かけのザラしの半日野党、マスコミは幕引きもできなくなったか。